1964年、日本から南へおよそ5000キロも離れた南太平洋に浮かぶ小さな国、バヌアツ共和国。この国で考古学会に大きな渦を巻き起こしたある土器が発見された。それはフランスの考古学者ジョゼー・ガランジェ博士がバヌアツの古代文化を研究するため、島の一つエファテ島メレ村の山芋畑で土器の採集作業を行っていた時のことである。土器の多くはバヌアツの土器特有の模様を持ち、一目でバヌアツで作られたものであることがわかる。しかしその土器の中に奇妙なものが混ざっていたのだ。バヌアツのものとは似ても似つかない模様を持つものが含まれていたのである。その模様はまるで何かを押し付けたように穴が規則的に並んでいたという。この奇妙な土器は全部で14点発見された。土器の専門家であるガランジェ博士でもその土器の正体について思い当たるものはなかったという。これがその土器である。このような特徴を持つ土器はバヌアツだけではなく、周辺の南太平洋の島々の土器にも見られない。全く未知の土器のかけらだったのである。この番組は日産自動車、ロッテ、第一生命、積水ハウス、日清食品、花王、大正製薬の提供でお送りします。これらの土器は太平洋考古学の権威、ハワイビショップ博物館の篠藤博士のもとに持ち込まれた。篠藤博士は一目見てその土器の模様がある土器と非常によく似ていることに気づいたという。その土器とはなんと日本の縄文式土器。確かに縄文式土器の特徴である縄目模様とバヌアツで発見された土器の模様はよく似ている。この土器の正体とは一体何なのか。篠藤博士を中心にその分析が始まった。アメリカアリゾナ大学で土器の成分を分析。14点の奇妙な土器にはバヌアツ固有の土器に含まれないミクロパーライトと呼ばれる鉱物が含まれていることが判明した。しかもこのミクロパーライトはバヌアツの土の中には存在しないのだ。つまりこれらの土器はバヌアツで作られたものではなかったのである。さらにイギリスのオックスフォード大学で年代測定を行った。その結果、その奇妙な土器が作られたのはおよそ5000年前に遡ると断定されたのだ。では5000年前に作られたもので、その成分が一致する縄文式土器は存在するのだろうか。調査の結果、成分が全く同じ縄文式土器が存在した。その土器が出土した場所は日本の青森県周辺。バヌアツで発見された奇妙な土器の正体は日本の青森県地方の縄文式土器そのものだったのである。つまりバヌアツで発見された奇妙な土器は日本で作られた縄文式土器が何らかの理由でバヌアツに運び込まれたものだったのだ。一体いつ誰が何のために運び込んだのか。仮説1、土器収集か持ち込み説。南アメリカや太平洋の島々には現在も植民地時代から続く広大な農園が数多くある。概してこの農園を経営する白人たちは入植した広大な土地から数多くの遺物が出土するため土器収集家になることが多いという。その白人たちが持っていた縄文式土器が何らかの理由によりメレ村のヤムイモ畑に紛れたのではないかというのである。しかしハワイビショップ博物館篠藤博士はこう語る。メレ村およびその周辺にはですね、プランテーションがあったという記録がありません。したがってメレ村には入植者がいなかったと思われます。仮説に偶然運搬説。バヌアツに運び込まれた日本の土砂の中に偶然縄文式土器が含まれていたのではないかというのである。積み荷がなく重心の浮いた船のバランスを保つために船底に土砂を入れて安定させることがある。こうした土砂は荷物を積み込むときその場所で捨てられるという。日本の船がバヌアツに着いたことはありましたけれども、その船にですね、土砂を積んだという記録はまだ見当たっておりません。篠藤博士によりバヌアツに縄文式土器が運ばれたとする説は否定された。ではなぜ5000年前に作られた縄文式土器がバヌアツにあるのか。土器を作成した縄文人が自分たちでバヌアツまで運んだのだろうか。しかしこの土器が作られた5000年前は世界四大文明がその姿をようやく見せ始める時期である。
このような時代に日本から縄文人が海を越えバヌアツまで渡っていったとでも言うのだろうか。5000年も前のものはなんでこんな遠くから運べるんだ。なんか俺怪しくないか。いや、怪しいからこそ調べてるんですよ。偶然流れ着いたんじゃないの。偶然。和田君、はい、クライアントに偶然でしたと報告できますか。実はこれと同じような土器が他の国でも発見されています。それはどこの国。エクアドルです。エクアドルってのは南米の。5000年前に日本から。そんなバカなことあるわけない。日本から1万5000キロも離れた南米のエクアドルから驚くべき報告が届いた。アメリカスミソニアン研究所、クリフォード・エヴァンズ博士、ベティ・メガーズ博士の調査によると、エクアドルの太平洋沿岸部の漁村バルディビアで日本の縄文式土器に似た土器が数多く発見されたというのだ。これがその発掘された土器である。年代測定により作成されたのはおよそ5500年前と推定された。その土器の模様は九州有明海沿岸の安宅貝塚、神奈川県三浦半島の多度遺跡などから出土する土器と類似していた。だが土器の成分は日本の縄文式土器の成分とは一致しなかった。土器はエクアドルの土から作られたものだったのだ。スミソニアン研究所メガーズ博士はこの結果からある仮説を提示した。今から約5000年前、日本の縄文人が南米大陸に移動してきた可能性が高いと考えます。なんと5000年前に縄文人が南米大陸に移動していた可能性があるというのだ。エクアドルで発掘された土器は縄文式土器そのものではなく、模様が似た土器のため、その土器を作る文化を持つ人間がそこまで来て作ったと考えなければ説明がつかないというのだ。もちろん同時期に同じような文化が違う場所で偶然生まれたとも考えられる。しかし日本の縄文式土器とエクアドルの土器の歴史を見ていただきたい。日本の縄文式土器はおよそ1万4000年前に作られ始めた。簡単なものから徐々に多様化し模様付けされていくという歴史がある。これに対してエクアドルで発見された土器はバルディビアで出土した5500年前のものが最も古く、しかもその模様はある程度発達した縄文式土器と酷似している。つまりエクアドルで一番古い土器は簡単なものから徐々に複雑なものに発達していく、過程の全くない十分複雑化したものだったのである。もし当時のエクアドル人が土器を初めて作ったとすれば、このような複雑な模様は生まれないはずである。よってエクアドルの土器は日本から移動してきた縄文人がその土器の文化を伝えたと考えるのが一番自然なのだ。だが縄文人というと縦穴式住居に住み、周辺の森で鹿やイノシシを追いかけていた狩猟民族のイメージがある。仮に狩猟しながら移動したとしても、5000年前の日本はすでに海に囲まれていたため、陸伝いにエクアドルまでたどり着くことはありえない。ではどうやって縄文人はエクアドルまで移動したのだろうか。1993年縄文人がエクアドルに移動した方法を予感させる遺跡が発見された。青森県の三内丸山遺跡である。縄文文化ではそれまで大きな村はなく、その規模は縦穴式住居で6、7軒と思われていた。ところがその常識を覆し、三内丸山遺跡は100軒の建物に500人近い人々が暮らしていた可能性があると考えられている。我々の持っていた縄文人の原始的なイメージとは全く違い、その暮らしは豊かで優れた文化を持っていたことが推測されるのだ。さらにこの遺跡の発掘によって誰も予期していなかった縄文人のある秘密が明らかにされた。この三内丸山遺跡からはなんとタイ、そして回遊魚のマグロ、さらにニシン、またタラなどの魚の骨が大量に出土したのだ。これらは太平洋に流れ込む千島海流や日本海を流れる対馬海流に乗ってくる魚である。つまり5000年前の縄文人が外洋の太平洋や日本海にまで漕ぎ出す航海技術を持っていたことが判明したのだ。さらに他の遺跡から縄文人が船で日本近海を自在に移動していた決定的な証拠が発見された。それは黒曜石。
黒曜石は石などで割ると鋭利な刃物のような状態になるため、石器時代から縄文時代にかけて日本全国で矢尻やナイフとして使用されていた。この日本各地から発掘された黒曜石を成分分析したところ、なんと伊豆七島の神津島産の黒曜石と成分が一致したのである。この事実は縄文人が神津島から海を渡り本州の各地へ黒曜石を運んだことを意味する。さらに韓国の孫土貝塚から発掘された黒曜石が佐賀県伊万里の越岳産のものであることが判明。なんと縄文人はこの当時韓国にまで船で移動していたのだ。縄文文化の研究を進める小田静雄氏はこう分析する。縄文人たちは優れた航海技術を持ち、かなり広範囲で漁や海上交易をしていたと考えられます。なんと縄文人は海を生活圏とし自由に航海する海人集団だったのだ。スミソニアン研究所のメガーズ博士はこの研究成果をもとに驚くべき仮説を立てた。日本の縄文人がエクアドルに移動したルートは陸伝いではなく海を渡った可能性が高いと考えています。なんとメガーズ博士は縄文人が日本から太平洋を横断しエクアドルに渡ってきたというのだ。縄文人が陸伝いに渡ってきたのなら、そのルート上に同じような縄文式土器に似たものが発掘されるはずである。だがこの土器が発掘されたのは北米、南米大陸を含めこの場所しかない。この状況を説明するのには日本から海を渡って伝えたと考えると辻褄が合うのである。だが仮に縄文人が海に慣れ親しんでいたとしても、5000年前の航海技術で本当にエクアドルまで到達することができるのか。この後縄文人の海人集団としての驚くべき能力が明らかになる。前日本の縄文人が1万5000キロ離れたエクアドルまで太平洋を横断し船で渡った可能性があるという。だが5000年前の航海技術で本当にエクアドルまで到達することができるのか。検証1、船。1995年千葉県多古町の栗山川流域遺跡群から縄文時代の丸木船がほぼ完全な形で出土した。その長さはおよそ 7.5 メートル。当時の船は木をくり抜いた丸木船の脇に浮きをつけたアウトリガーカヌーのようなものだったと言われている。しかしエクアドルまでの距離はおよそ1万5000キロ。この距離を渡るにはあまりに原始的ではないか。台風などに遭遇した場合すぐに転覆してしまうのではないだろうか。我々は船の安全性について研究を重ねる運輸省船舶技術研究所の渡辺博士に協力を依頼し実験を試みた。人工的に波を起こすことのできる幅8メートル長さ50メートルのプールで丸木船の安定度を測定。実験に使用する丸木船は 7.5 メートルの10分の1モデル、縦75センチ横75センチで作られている。それに対し人工的に発生させる波は50センチ、つまり計算上5メートルの波が船を襲うことになる。この5メートルという高さは台風時の波の高さに相当する。果たして船はどうなるのか。それでは実験開始。機械のプレートが水を横に倒し始めた。5メートル相当の波の発生である。そして波が通過した。しかし丸木船は何事もなかったかのように波をやり過ごし浮かんでいる。台風クラスの波を受けても丸木船は転覆しなかったのだ。アウトリガー付きの丸木船は一見原始的に見えるかもしれませんが、遠洋航海にも十分耐えうる能力を持っているのです。なんと縄文人が使用した丸木船は1万5000キロも離れたエクアドルにたどり着ける性能を持っていたのだ。検証2、ルート。たとえ海を渡り縄文人が日本からエクアドルへたどり着いたとしても、それは彼らがエクアドルを目指していたのではなく偶然たどり着いたと考えられる。ではエクアドルまでつながる海流が存在するのだろうか。世界の海流について研究をしていた元海上保安庁倉科昌司氏によれば、エクアドルへの海流を使ったルートは3つほど考えられると。一つ目は黒潮から北太平洋海流に乗りサンフランシスコ付近に着いた後陸伝いに南下してエクアドルに到着するというルート。二つ目は黒潮反流に乗りフィリピンを迂回し赤道反流を経てエクアドルに到着するというルート。三つ目は二つ目のルートと同じく
黒潮反流により南下、フィリピンを迂回し、そのまま南太平洋を島伝いに渡る、そしてエクアドルに到着するというルート。これらの海流に乗ればエクアドルにたどり着くことは不可能ではない。そして3つ目の南太平洋を回るルートを使えばバヌアツまでもたどり着くことができるのである。検証3、食料。海流のスピード、風力、海を漕いで得られるスピードなどを合わせて計算すると、日本からエクアドルへはおよそ6ヶ月でたどり着くという。この6ヶ月もの間、食料そして水はどのように補給したのか。我々は太平洋単独無寄港横断をはじめ数々の海洋冒険に成功した堀江謙一氏に話を聞いた。食料は魚が船の陰に集まってきますから、釣り針さえあればすぐに釣れます。また水については、10日に1度ぐらいは雨が降るので、雨水を貯めるものさえあれば問題はないというのだ。海を舞台に生きる縄文人たちにとって、海は怖い存在ではなく身近な存在でした。彼らの持っていた航海技術をもとに南米まで渡ったとしても何の不思議もないんです。バヌアツで発見された縄文式土器、エクアドルで発見された縄文式土器に類似した土器、どちらも縄文人たちの持つ驚異の航海技術により日本から持ち込まれた可能性があることが判明したのだ。これが事実だとしたら、我々の祖先は相当優秀だったわけだな。そういうことになりますね。しかし5000年前に南米まで行けますかね。まあ仮に行けたとしてもだよ、なんで日本を離れなきゃいけなかったの、その理由が知りたいな。当時の日本に恐ろしい事態が発生していました。5000年前に生きた縄文人たちが遠く離れたエクアドルやバヌアツまで渡ることのできる驚異の航海技術を持っていることが判明した。では一体なぜ縄文人たちが日本を離れエクアドルやバヌアツへ向かったのか。メガーズ博士は日本の歴史学者古田武彦氏のアドバイスを受け、ある仮説にたどり着いた。縄文時代中頃に機械カルデラが大爆発を起こしているのです。機械カルデラ。機械カルデラは九州最南端佐多岬から南西へおよそ40キロの地点に位置し、現在は竹島と硫黄ヶ島を残して海に沈んでいる。この機械カルデラが縄文時代中頃に大爆発を起こしているという。その爆発が縄文人に一体どのような影響を与えたのだろうか。この機械カルデラの爆発は西日本一帯を壊滅状態に追い込んだと思われます。この地層を見ていただきたい。鹿児島県根締町にあるこの地層は成分分析により火砕流がおよそ1メートル堆積したものだと分かっている。真ん中の黒ずんでいるものは火が火砕流に飲み込まれ一瞬のうちに炭になったものだという。この地層は機械カルデラを中心に半径およそ100キロにも及び、この地域では人間の生存は不可能だったと言われている。そして火砕流の上に位置するおよそ30センチの地層が機械カルデラの火山灰の地層である。この地層は九州から東北まで広がりを見せている。この爆発後、九州地方では数百年間人が住める土地ではなかったことが推測されている。エクアドルで見つかった土器は縄文式土器の中でも九州の安宅貝塚や神奈川の多度遺跡のものとよく似ているという。この地域はちょうど機械カルデラの火山灰に埋もれた地域に当てはまるのだ。さらに機械カルデラが大爆発を起こしたこの年代はエクアドルの土器が作成された年代とほぼ重なっている。縄文人は火山爆発の被害から逃れるため今まで住んでいた土地を離れたのではないでしょうか。縄文人が海を越えエクアドルまで渡った理由は火山の爆発から逃れるためだったと推測される。しかしその被害はバヌアツで発見された土器が作られた青森県周辺までは及んでいない。では青森県地方に住んでいた縄文人がその土地を離れた理由は何なのか。調査の結果、バヌアツで発見された日本の縄文式土器が作成された年代と同じ頃、日本最大の縄文遺跡三内丸山遺跡に驚くべき出来事があった。この地層を見ていただきたい。実はある時期の地層からはほとんど何も出土しなくなる。この状態が示すこと、それは三内丸山の消滅である。一体なぜ三内丸山は滅んだのか。地方に住んでいた縄文人がその土地を離れた理由は何なのか。
調査を進めた我々は青森県三内丸山遺跡の地層からある時期その村が消滅してしまったという事実を突き止めた。一体なぜ三内丸山は滅んでしまったのか。その原因は気候の寒冷化。実は三内丸山の滅んだ縄文時代中頃は地球規模で気候が大きく変化していった時期だと言われている。地球の気候は太陽と地球の距離によって左右され、その距離は2万年から10万年もの長い周期で変化する。そして縄文時代中頃は温暖で過ごしやすい寒氷期から寒さの厳しい氷期へと移行しだす時期だったのだ。ではこの気候の寒冷化は三内丸山遺跡の縄文人たちにどのような影響を与えたのだろうか。実は遺跡からよく出てくるある植物の花粉が消滅を示す地層ではほとんどなくなっている。その植物とは栗。栗は縄文人たちに欠かせない食物で、1日に必要なカロリーの 40% をこの栗から摂取していたことが骨の分析から分かっている。栗の収穫が縄文人たちの食生活を支えていたのだ。だが栗は非常に気候の変化に影響を受けやすく、日照時間が少なかったり冷夏だったりすると栗の木は実をつけなくなってしまう。気候の寒冷化は栗による食物の安定供給を奪ったのだ。このことが縄文人たちに大きなダメージを与えたことは想像に難くない。機械カルデラの爆発、そして気候の寒冷化、ライフスタイルを変えざるを得ない出来事は縄文人たちを襲っていた。しかもその年代はエクアドルやバヌアツで発見された時の作成年代とほぼ一致する。縄文人はこれらの恐怖から逃れるため住んでいた場所を旅立つ決心をしたのかもしれない。彼らは海を舞台に生きた怪人集団である。活路を海へ求めた人たちがいたはずだ。北の海へ向かい大陸へ移動した人もいるだろう。実際にロシアのウラジオストクから発掘された黒曜石は北海道のトガ地方のものだったことが分かっている。これは日本から縄文人がウラジオストクへ渡ったということである。南の海へ向かいエクアドルやバヌアツへたどり着いた人もいただろう。もちろん彼らがいかに海を熟知していたとしてもエクアドルやバヌアツを目指したとは思えない。だが怪人集団であった縄文人たちは海の彼方にあるまだ見ぬ新天地を求め勇気を振り絞り旅立ったのかもしれない。もちろん途中で遭難した人たちもいただろう。しかし偶然エクアドルやバヌアツへ渡った縄文人がいないとは言い切れないのだ。寒さと火山爆発か。逃げ出したくもなりますね。しかし仮にそれらの理由で日本を脱出したとしてもだよ、それが縄文式土器に似た土器だけでは説得力に欠けると。エクアドルに縄文人が渡ったという決め手に欠けるんじゃないのかな。その決め手となる科学的な証拠が出始めてます。何だろうそれ。科学的な側面から縄文人がエクアドルに渡った可能性を示唆するものがあるという。それは一体何なのか。我々が調査を進めると日本とエクアドルの関係が実に意外なものから浮かび上がってきたのだ。それは ATL ウイルス。 ATL ウイルスは免疫細胞の一つ T 細胞に寄生し異常増殖させ免疫機能を破壊する。それが成人 T 細胞白血病と言われている。だが ATL ウイルスは感染していながら発病しないケースがほとんど。そのキャリア地域は日本、アフリカの一部、カリブなどの地域に限定され、そのキャリア数は世界でもおよそ500万人と非常に少ない。だがその中でも日本人のキャリアはおよそ100万人とかなり多く、日本人特有ともいえる珍しいウイルスである。文部省がん特別調査研究班の調査により1994年 ATL ウイルスを持つ民族が新たに発見された。その民族はなんとエクアドルにほど近いアンデスのインディオたちだったのだ。しかも ATL ウイルスの遺伝子配列に驚くべき事実が隠されていたのだ。通常 ATL ウイルスの遺伝子配列はキャリア地域ごとにかなりの違いを見せているという。だが日本人とアンデスのインディオは暮らす地域が離れているにもかかわらず遺伝子配列が非常によく似ているというのだ。これは一体何を意味するのか。この ATL ウイルスは主に母親から母乳を介して子供に感染し次世代へと伝わっていく。
よって ATL ウイルスキャリアの祖先をたどると、どこかで同じ祖先にたどり着く。つまり ATL ウイルスキャリアの人々は全て共通の祖先を持っていることになるのだ。さらに ATL ウイルスに詳しい京都大学の三浦助教授はこう語る。日本人とアンデスのインディオが持つ ATL ウイルスの遺伝子配列が非常によく似ているということは、共通の祖先から枝分かれした年代が比較的新しいと考えられます。三浦助教授によれば、 ATL ウイルスに限らず生物の遺伝子配列は親の遺伝子を受け継ぎながらも世代を重ねるごとに一定の割合で変化しているという。よってその遺伝子配列が似ていれば似ているほど近縁関係にあたり、共通の祖先から枝分かれした年代が新しいと分かるというのだ。つまり日本人とアンデスのインディオの ATL ウイルスの遺伝子配列が似ているということから、共通の祖先から枝分かれした年代が新しいと分かるのである。ではその比較的新しい年代とは一体いつなのか。日本人とアンデスのインディオが共通の祖先から枝分かれした年代は、分岐年代が分かっているものとの比較などの要素から大まかに推定すると数千年前、つまり縄文時代である可能性があります。なんと日本人とアンデスのインディオが共通の祖先から枝分かれした年代が縄文時代である可能性があるという。これは縄文人が日本からエクアドルへ渡ったとするメガーズ博士の説とつながってくる。1998年10月愛知県がんセンター研究所の田島部長らが1500年前のアンデスのインディオのミイラから ATL ウイルスの遺伝子を取り出すことに成功。そしてその ATL ウイルスは現代のアンデスのインディオが持つものと同じものだったというのだ。この事実は1500年以上前にウイルスがアンデスに持ち込まれたことを証明する。つまり近代に日本から南米へ移住した移民などによって ATL ウイルスがアンデスへ持ち込まれたわけではないのだ。このこともおよそ5000年前縄文人が日本から南米へたどり着いたと考えれば辻褄が合うのではないか。では日本人と同じ祖先を持つと言われているインディオたちはどんな人たちなのか。早速現地入りし調査を開始した。彼らは古くからペルーやボリビアのアンデス山中に住むアイマラ族と呼ばれる人たちである。皆さんはどのように感じるだろうか。どことなく日本人に似ているような気もする。この彼らが我々日本人と同じ縄文人を祖先に持つ可能性があるのだ。はるか昔、日本列島から小さな丸木舟で船出した縄文人たちは南米にたどり着き、そこに定住したのかもしれない。彼らこそその子孫であり、我々と同じ仲間なのかもしれないのだ。どこまでも興味が尽きないリサーチだな。チーフ、今後このリサーチの依頼がありましたらぜひ私を参加させてください。よし、即リサーチ続行しよう。あ、伊達君、どこか他にリサーチする場所ないのか。南米のアマゾン奥地。あ、いいね、アマゾン奥地、すごいね。アマゾン、和田さんの祖先が見つかるかも。いいじゃない。あ、え、何、私パスポート切れてました。じゃあ更新しよう。あ、更新ね、更新1週間ぐらいかかるんですよね。あ、まあ、いそうか、縄文時代だったらパスポートいらなかったのにな。あ、